この動画に配下の要素が含まれます。それでもいいよって人は、ゆっくりしていってね。ネオリン USATC とは何か簡潔でいいから答えて。いや、いきなりなんだよ。導入考えるのめんどくさいからこの流れで押し通すぞ。USATC ってあれでしょ？米軍の人員や物資を輸送する部隊であるアメリカ陸軍輸送課の略称でしょ？そうそれ、今回はアメリカ陸軍輸送課の蒸気機関車 S-160 についてやっていこう。導入本当にこれでいいのか？知るか。1942年、第二次世界大戦中にアメリカが参戦し、アメリカ陸軍輸送課は膨大な被害を受けているヨーロッパの鉄道で輸送を担う機関車が大量に必要になり、ヨーロッパ本土への米軍の上陸へ備え、英国へその機関車を供給することとなった。機関車は第一次世界大戦に製造していた機関車を改良した車輪配置に80の USATC S-159 の設計をライマ機関車工場にて戦時設計化を行い製造することとなった。ここでいう戦時設計は資材の節約というよりは短期間での大量生産を行うための工数削減がメインだよ。これが USATC S-160 である。車体限界は比較的小さいイギリスに合わせられアメリカの機関車より約3分の1縮み。車輪配置はベースの S-159 と同じに80で、第1、第2動輪は他の動輪とは独立して動くようになっており、戦時中の粗悪な線路でも走れるように。ブレーキは自動空気ブレーキではなくウェスティングハウス社製の蒸気ブレーキ。空気圧で軸箱にグリースを補充するアクスルボックスグリースルブリケーターも装備。船への積載を容易にするための固定リングが演出の前面の上部とドームの中に取り付けられた。積むときはドームのカバー外すんだね。最大の特徴は右側に空気圧縮機を置いたことで左にずれた演出扉。なんでこうしたの？装甲が取り付けられていても装甲中にランボードの上を移動しやすくするためだと思う。英国機と比べて非必要席を確保するための高い位置にある太めのボイラーや四角ドームといい、これを見た当時の鉄道ファンの反応が気になるところ。なんというかアメリカの機関車なのにアメリカっぽくない見た目になったね。アメリカは戦時中に民間向けの世界最大の蒸気機関車を量産してしまうほど余裕のありすぎる国ですが、軍用はそういうわけにもいかず削れるものは削っています。雰囲気から実用一点張り感が出てる。S-160 は終戦までアルコ、ボールドイン、ライマで大量生産がなされることとなり、とりあえず1942年に約400両がイギリスに渡り、ビッグ4各社の輸送力増強を行いました。しかし、いろいろと問題が明らかになった。まず軸箱が発熱しやすい、アクスルボックスグリースルブリケーターは信頼性が低くよく故障する。蒸気ブレーキは運転台とブレーキシリンダーとの距離が長い影響でブレーキのかかりが遅い。その影響で基本は補欠みたいな存在だったそう。運輸安全委員会に怒られそう。まあ短期間で大量生産される車両って大体何かしらの欠点があってもそれを上回るメリットがあると判断されて、欠点には目をつぶることが多いし S-160 もそうなのだろう。けど S-160 は省略したらまずいものまで省略しちゃったんだよね。蒸気機関車の運転台には水面計という、文字通り残った水の残量が見れるものがあるんだけど、実はこれものすごく大切なものなんだ。蒸気機関車は水がなくなると空だきという、ボイラーの蒸気が温められ続けることで高圧蒸気ができる現象が起こる。この高圧蒸気がものすごく危険で、機関車がこれに耐えられなくなった時ボイラー爆発を引き起こしてしまうんだ。ひえー。それを防ぐのが水面計で普通の蒸気機関車に3つあるのは、片方が壊れても、もう片方で水の残量を確認して空だきを防げるようになっているから。なんだけど S-160 には水面計が5つしかないんだよね。他に蒸気圧が異常に上昇した際に弁が開いて圧力を下げる安全弁が一つしかなく、加湿場の水槽の水位が下がった時に融点の低い金属でできている線が溶けて落下し、蒸気が加湿に流れることで燃えなくする可溶線もあるけど、これも5つしかない。つまり S-160 は空だきが発生した時に水面計、安全弁、可溶線が故障していたり、運悪く動作しなかったら爆発する。いやー。記録によれば爆発でボイラーが18メートル離れた場所に吹っ飛んで、巻き込まれた乗務員は死体すら残らなかったそうだ。死体すら残らないとか想像したくねえ。本当かどうかは不明だけどアメリカから来た機関車が爆発事故を起こしたという悪評が立って、乗務を拒否する人も現れたという逸話すらある。まあ気持ちはわかる。イギリスでは10ヶ月の間に3回爆発事故を起こし、グレートウェスタン鉄道では1人の機関助手が犠牲になる事故が発生しました。なんてこったい、いくら戦時設計といえどもさすがにまずいんじゃ？いくらアメリカといえども時代が時代で、時間もないし、けど S-160 の性能自体は悪くなく、それなりの牽引力あるし保守もしやすいから貨物はもちろん、普通列車の運用でも活躍したよ。短期間で製造できてそこそこの性能があるし一応理にかなっているんだね。最初の製造分がイギリスに到着してから2年間に製造された S-160 が続々と到着。なお一部はアメリカから直接北アフリカ戦線に輸送されている。
1944年にノルマンディ上陸作戦が決行されることとなり、すべての S-160 がビッグ4から米軍に返却され、他の機関車と一緒にヨーロッパ本土へと渡った。戦場で大きな輸送手段である鉄道をめぐって核軍の奪い合いや壊し合いが繰り広げられるわけだけど、S-160 は主に戦場まで兵士や物資を運んだら乗り捨てする列車の牽引に多用された。いや、棒ゲームの恐竜かよ。戦場の機関車は大事なものだから奪い合いの対象になるけど、S-160 は大量生産されて消耗品扱いだから許されたぽい。結局合計何両製造されたの？ S-160 の製造終了の1945年までの製造数は2120両だ。え、前回の現地維新が何年で何両だっけ？ 31 年で1916両。いやいや、たった3年で作りすぎでしょ。1日で2両作ってることになるじゃん。そのための戦時設計だし、これでも枢軸国が作った機関車よりは少ない。比べる相手を間違ってる。1945年に終戦を迎えたが、この時点では多くの S-160 が残っており、USATC は蒸気機関車に専用もいらないし、どうせディーゼル機関車を導入する、なら、いろんな国に譲渡して、戦災の復興に役立ててもらうことにした。確かにそうすれば譲渡先が勝手に処分してくれるね。その言い方やねえ。まずはヨーロッパからフランス、ドイツ、チェコスロバキア、オーストリア、ギリシャ、ハンガリー、ポーランド、スペイン、トルコ、ユーゴスラビア、ソ連。詳しい要数は後ろに記す。大半はしばらく使用された後に売却もしくは廃車されたが、中でもハンガリー国鉄は S-160 に大改造を行い1980年代まで使用したよ。これそんなに長く使える設計だったっけ？製造コンセプトとしては短期間で作れるだから、一応長期間走れないわけではないんだよね。ソ連が購入した200両の S-160 のうち50両はサハリン鉄道での使用のため機関銃67mm に回帰された。つまりこの S-160 がカラフトの日本の機関車たちと対面したことになるね。というかソ連ってレンドリース法で散々アメリカから機関車もらってなかった？次行こ次。先日の北アフリカ戦線に来た S-160 がアルジェリア、モロッコ、チュニジアに引き継ぎ、メキシコ、ペルー、アラスカ鉄道に譲渡、なおメキシコ国鉄の分はボールドウィン社から直接購入した。3カ国との連結機を自動連結機に交換されている。インドに60両の高機用 S-160 の組み立てキットが届きクラス AWC となった。ついにアジアにも進出したか。連合国救済復興機関から中華民国、韓国に譲渡され、朝鮮戦争開戦後は一部が北朝鮮に接収されたよ。中華人民共和国の S-160 である KB6 型はさっきのハンガリー国鉄の S-160 よりも酷使された。大半は1990年代に引退していったが、一部はボイラー交換までして2000年以降もこき使った。戦時設計ってなんだっけ？そういや日本には戦後にアメリカから DD12 が来たけど S-160 は来なかったの？サハリン鉄道で狂気に回帰されてたし。USATC には機関船未利用の機関車である S-118 がフィリピンで機関船67mm に回帰されて、本土上陸時に使用する予定だったが、日本がポツダム宣言を受諾したので来なかった。その後 DD12 が持ち込まれた時、日本の鉄道は米軍が驚愕するぐらい普通に列車が走っていたから、その後 USATC の蒸気は来なかった。だから日本の鉄道が壊滅的被害を受けている状態だったなら S-118 と一緒に S-160 が来てた可能性はあるね。なら形式は S-118 が D53、S-160 が D54 になっていたかな？そうだね、国鉄標準の演出扉、除煙板、前照灯に自動連結機つけてそう。最後に戦後のイギリスの S-160 について解説していこう。イギリスの鉄道は全体的にあんまり被害を受けなかったので S-160 は帰ってこなかった。外機台だけ、アルコ製9万、3257号カール・アール・グレイ・ジュニアは例外として、USATC がイギリス兵士の鉄道建設や運用訓練をするために作られた路線であるロングムア軍用鉄道の WB280 と交換される形でイギリスへ戻ってきた。ロングムア軍用鉄道の標準塗装である濃い青に塗装され1957年まで運用された。どうして交換を？申し訳ない、わからなかった。交換された WB280 のその後とかもほとんど情報が出てこなくて、誰か知っている人がいたら教えてほしいです。20カ国以上もの国々へと渡った S-160 は各国の貨物輸送に貢献し、老朽化、動力近代化により引退していった。S-160 は母数が多いので保存数も割と多い。ほとんどは生体保存だが胴体保存機も売り。胴体保存機が一番多い国はイギリスである。え、イギリスには1台しか S-160 がいなかったんじゃないの？それなら海外から来てもらえばよいのだ。現在4両が胴体保存、修復中や生体保存を含めると6両保存されている。ポーランド、ハンガリー、中国から S-160 が購入されイギリスへと戻ってきた。内訳は後ろに記す。これボランティアの人がわざわざ海外まで行って機関車をもらえないか交渉しに行くのかな？輸送のことを考えると安くない買い物のはずなのだが、
フリッカー見てると保存鉄道で軍隊ごっこしてる写真に S160 が引く貨物列車が写ってるのが見れる。配役が似合いすぎてる。以上がアメリカ陸軍輸送化の蒸気機関車 S160 についての解説である。S160 は大量生産しやすく終戦までヨーロッパ大陸やアフリカ大陸における輸送を担った時点で製造目的は達成しているし、戦後も各国の輸送に貢献したことを考えると成功と言える。しかし車両的に考えると戦時設計が響いたのか出てしまった欠点に目をつぶっても安全性がおろそかになっているのはさすがにな。まあ現代の感覚だとそうだけど、時代とか価値観が違うし世の中一概にどうとか言えないこともあるさ。そうだね。それではご視聴、ありがとうございました。さっきから黙ってたけど奥の声どうしたの？前から視聴者様から私たちの声が聞き分けづらいって言われていたから、思い切って変えたんだよ。音程と速度が3ぐらいしか違わなかったのを大きく変えたけど、聞き取りやすくなったかわからねえ。これでダメだったら次の動画でまた変わるのか。